って言ってあってなってほんまに何してんのってでも実際供給がなかったら冷めるなって思って、やっぱ1日3回配信するしかねえ。数日後来ないな。ごめん、あの回人間限定なんだ。あゼローンに呆れられた話、たった一つのエピソードなんだけど、カエル化で思い出して、そうチュロスを買ってね、ゼローンちゃんチュロス買ってきたって言って走ってったら、なんでもない岩でつまずいて、あっってなってつまずいた反動でチュロスを落としはしなかったんだけど、うってなった時にチュロスにかかってた粉がゼローンさんの服にバッてかかってあ、ごめん。デローンさんがテーブルのね、近くの椅子に座ってたの。そしたらもうそのバッて出た粉がね、テーブルとデローンさんの服にかかってね。エルちゃん、ほんまに何してんのって。カエル化するでって言われて。デローンちゃん、それ多分カエル化の意味違うって言いながら。あ、ごめん。なんか、まずい。ごめん。あ、じゃあテーブルの上についた粉払わないと。こんなテーブルの上とか他の人が落とした食べこカスとか丸やから汚いやろって怒られたりして、ごめんてんてんてんみたいな、ジュースじゃなくてよかったみたいな、最底辺の不幸中の幸いだったねギスギス、むしろ笑ってほしかったんだけどな、エルも嘘やんみたいな怒ると笑う通り越して呆れられた、何してんの辛かった、どんくさい自分も嫌になって、ごめん、だってチュロス美味しそうだったからさ、早く食べたくて、一緒に食べようって言ったら、じゃあエルちゃんが食べた方のやつ反対側にしてそっちから食べるわってそっか、もうそんな感じだったっけ、だからエルちゃんはいって言ったら、はいって言う前にチュロスを一旦半分取り出して逆さまにして袋にしまい直して渡した、はいっていうね。いやー、そうなんだよなー、なんかね、その推しに何を思うっていうより、なんか自分に失望した。こんなにもエルは供給がないと推せないんだっていう。だからエルがさ、数日さ配信休んでさ、絶対さ俺らさ行かないでね、エル以外のとことかなんか言うけど、でも実際供給がなかったら冷めるなって思って、だから冷めて欲しくなかったら俺自らが供給を絶やすことなくやっていかないとって思って、やっぱ1日3回配信するしかねえっていう考え方にね行き着きました。そう思ってるから配信ジャンキーなのかだってエルの取り柄って配信回数が多いことだからさみたいな。ファンクラブのアイコン、友達に出会い系アプリだと思われてなんか恥ずかしかった。改善で言っとくわ、ファンクラブ担当に。ファンクラブのアイコンが出会い系アプリみたいで気まずいです。確かに、確かにとか言ってまずいね、それ言われてみれば。そのツッコミする友達面白いな。わかったわかった、思い出した、思い出したじゃない思いついた、わかったかな、ちょっと待ってね、いきます、だからエルはマジパンが食べたいわけじゃん。マジパンを食べたくて作ってほしいわけよ、俺らに。恋人の条件、マジパンを作れる人みたいな感じね。でもこれ多分前もやったな、このネタ。熟練の俺らはエルが今からなんて言いたいかね、わかると思う。わかっちゃうと思う、 LL 検定一級なら。正解は、俺らはさ、エルのためにマジパン焼いてよ。エルは俺らが他の女の子と一緒にいたら焼き餅焼いちゃうから。正解は、俺らはマジパンを焼く代わりにエルは焼き餅を焼くでした。いやー、結構ね、わかると思ったんだけどね、意外と少なかったね。多分ね、前にもきっと言ったことあると思う、これ。ケーキ焼くだの、パン焼くだの言った時に言ってると思うんですよね、これ。どっちも焼くでしょうってことはない。そんな謎かけみたいなオチにしないで。5点。何点満点かにもよるな。久々のしょうもなエルさん。しょうもなエルさんって呼ばれてんだ、エル裏で。出たー、エルエルのしょうもなエルって。かわいそう。泣いてるよ、エルエル。部分点だけもらえないですか？部分点厳しいな。焼き餅焼くが入ってたらもうね、全 OK でいいです。俺らだけは、エルエルを見捨てないからな。エ
レルのおかげで他ライバーさんのことがどんどん好きになります。どんくさくてありがとう、愛してる。どんくさいエルに、エルを見捨てることなく支えてくれてありがとう、他のライバーの皆様みたいな。キャラとしては可愛いけど実際周りにいたら、は、別にあなたの近くになんて行かないし、エルはタガネの花だから、あんたら近くになると別に行かないし、欲しくなっても知らないからね、エルみたいなエル不在が。平野の花です。雑草ってこと、完璧じゃない方が彼、そうだよ、誰しもちょっと抜けてるところがあるところが可愛いんだって。いやー、また私どんくさやっちゃいました。なんか周りの人から天然とか、なんか自分が支えてあげないと不安って思うってよく言われて、守りたくなるタイプって言われるんですよね、よく。うんうん、どうかな、エル一人でも生きていけますよ、結構。そう、あれね、みんなが見えないとこで後ろでね、そうカンペを出してくれてるスタッフさんがいて、その人がチェキチェキってカンペ出したら、エルたちはチェキに誘導しないといけないんですけど、それでもやっぱ引き伸ばす時があるんだけど、ちょっと気まずいよね。エルとスタッフさんはさ、目が合ってるのにさ。いやでも、ね、その人がめっちゃ可愛い。いや、めっちゃいいね、わあ。うん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 、ありがとう、めっちゃ嬉しい、うんみたいな。気持ちとしてはさ、やっぱ早くチェキに移りたいより当たり前だけど話してたいの気持ちの方が強いから気まずいですね。まだまだいいみたいな。目合ってるのに無視してチェキに行こうとしないみたいな。だから結構ぶった切られたなって思った方いたらね、フラレのカンペお兄さんがね、こちらを熱い視線で見つめているので申し訳ないんですけど、スタッフの人に言われるよりエレルに言われた方がいいから助かった。あー、なるほど。剥がしはちょっと辛いかね。30秒がトークで1分が敵タイムみたいな感じで、敵タイム1分2倍って長い気もするけど、結構ね時間かかったりする。会いたかったな。いやー、また会おう。俺ら打ち上げ行きたかった。エルも楽しそうだったな。エルパペたちにその場でアフレコしたかったよ。緊張でずっとエルパペにぎにぎしてた。ちゃんとにぎにぎ、それぐちゃぐちゃしてたになってない？気づいたら綿出てたみたい。ちゃんとにぎにぎの範囲にとどめてるんよね、それ。誘ったのによ、言ってよ、もう。なんでエル LINE グループ入れてくれないの？入れてよ、早く。オッケーオッケー、じゃあエルエル招待送っとくわ、LINE に。よろしく、あんたに。数日後。来ないな。ごめん、あの回人間限定なんだ。